鉄道マニアの方だったら一度は聞いたことあると思います。紙ぬったりという言葉。紙ぬったりという地名は存在しないんですけれども、かつてぬったり町という町がありましたし、私もぬったり幼稚園の卒園です。中学の歴史の授業でぬたりの木というのを習ったんじゃないでしょうか。東北地方に住む蝦夷、それに対抗するための魔策みたいなもんですかね。そういったところで登場してるとは思うんですけれども、この紙ぬったりという言葉は完全に鉄道でしか使わないんですね。この言葉がこの鉄道の歴史に登場したのは、紙ぬったり信号場ですとか、新潟運転所紙ぬったり支所、後の紙ぬったり運転所、さらにはこちら、こういうカラーリング、これを紙ぬったり色というそうなんですね。こういったところで全国にこの紙ぬったりという言葉が広まっていたと思うんですけれども、現在この紙ぬったり運転所は新潟車両センター、この紙ぬったり色というカラーリングもなくなってしまいました。そういった中で、大きく紙ぬったりとつくものはこの紙ぬったり信号場ぐらいなものではないかと思います。今回はこちらの歴史をご紹介していきたいと思います。そういった際に役立ちますのが、私が前回ご紹介したブログですね。40年前の写真を載せていらっしゃるブログなんですけれども、こちらがまたかなりイメージを膨らますのに必要なものであると思いますので、そちらと合わせてご覧いただければと思います。それではよろしくお願いいたします。こちらは1980年頃の信濃川河口を写した航空写真になります。ちょっと最近すぎるんですけれども、私が写したい両方が写っている写真がこれしかなかったので、これを使いたいと思います。注目していただきたいのは、このぬったり駅と山の下駅のちの東新潟港駅ですね。1926年、ぬったり駅の北側に県営埠頭が完成します。信濃川の右岸に新潟港の施設が作られていくわけですね。県営埠頭というのは文字通り新潟県が営む埠頭なんですけれども、新潟港では民間企業による市営埠頭とその貨物船の建設も進められます。新潟輪行株式会社による輪行埠頭と新潟輪行鉄道です。1918年、同社は最寄り駅であるぬったり駅から山の下の輪行埠頭までの鉄道敷設を申請します。しかし関連施設を設けるには敷地が狭すぎたんですね。途中に通船川や新栗の木川なんかもあります。ということで、こちら左側が1911年、右側が1931年の地図になります。まだ信越線のぬったり駅、さらには新潟駅ぐらいしかこの辺りには鉄道がなかったんですけれども、この新潟輪行はですね、このぬったり駅から直接は伸ばせないということで、南に戻りまして、石山村という村の四竹というところ、そこに信越本線の紙ぬったり信号場というものを設けて、そこから輪行埠頭に至る約 4.5km の鉄道を敷設することになりました。そして、こちらは1924年ですね。輪行埠頭のところに山の下駅というものが完成をします。この紙ぬったりに信号場を設けたということが、後の新潟駅付近の鉄道の路線改良に大きな役割を果たすことになるとは、まだ知る由もなかったかもしれませんね。ここで登場した路線や駅なんかは、私の動画でもほとんどやっておりますから、そちらを見ていただければと思います。ということで、1924年、紙ぬったり信号場が開業します。こちらは1946年に撮影された航空写真です。水色で示したものが国が持っている信越線の線路、ここから右上に伸びていくのが新潟輪行株式会社の線路になります。この辺りが紙ぬったり信号場です。この同じ敷地内に新潟輪行株式会社の持っていた紙ぬったり駅というものがあったんですけれども、1941年に新潟輪行鉄道も国のものになりますと紙ぬったり信号場に統一をされます。そしてこちらが1962年の航空写真です。ちょっと位置関係対応させてないので線路が右側にずれてしまいましたが、1951年にこちらの紙ぬったり信号場が紙ぬったり操車場ということになります。操車場というのはどういったものかというと、長い貨物列車が大阪や東京なんかからやってきますよね。そういったものをさらに地域ごとに分配してあげようと、そういったものになるんじゃないかと思います。例えばこの辺りで言うと、前にご紹介しましたこれらの駅にそれぞれにつなぐ貨物列車、さらには山形や秋田へ向かうような貨物列車、そういうふうに組み替えてあげようと、そういった場所なんじゃないかなというふうに認識していますが、どうでしょうか。なぜこんな紙ぬったり操車場を作ったのかというと、この1951年、同じ年に2つの出来事が起こったのです。1つ目は、
この前もご紹介しました。バンダイ貨物駅ができたんですね。そこ行くための貨物もさばいてやろうと。そして二つ目は、越後線と信越線がつながったんですね。もともと越後線は柏崎白山間で動いていて、白山駅は終着の駅、貨物の取り扱いも盛んだったんですけれども、新潟駅までつながった白山駅というのは、ただ旅客の扱いをするだけの駅になってしまったんですね。ということで、そちらの越後線の方からやってくる貨物もさばいてやろうということで、ここに上塗ったり操車場を作ったわけなんですが、1956年にですね、白新線が全通をします。新潟から柴田の間ですね。さらにその同じ年に青函連絡船、青森と函館を結ぶ船による列車輸送、その貨物の輸送が増強されますと、日本海側を通過する貨物が大幅に増えます。そんな中で、この上塗ったり操車場、1日の操車能力が600両ということですが、こちらが能力の限界に達してしまいます。さらに貨物が溜まり始めるという事態になってしまうんですね。貨物を順番待ち、アップアップな状態になってしまいます。それが大変だということで、それを見越してはいたんでしょうね。その翌年、1957年に操車能力倍の1200両の新潟操車場というものが開業します。こちらは現在の新潟貨物ターミナルですね。東新潟駅の北側にある、あの超広大なスペースですけれども、あそこに新潟操車場が開業します。そうしますと、こちらの上塗ったり操車場はお役御免ということで、また信号場に戻ります。ちなみに新潟操車場は1963年には1日の操車能力2100両、1968年には3600両ということで、この上塗ったり操車場時代から6倍もの貨物をさばけるようになったんですね。1958年には新潟駅が現在の場所に移転をしています。それもこの上塗ったり信号場の北側から分岐するということになったんですね。白新線もこの上塗ったり信号場の南側から分岐をする、そんな上塗ったり信号場一大拠点という風になったわけなんですね。そして最後、1975年に撮られた航空写真ですけれども、歴史は一旦この辺りにして、この上塗ったり信号場の扱っている建物というものがここにありますから、ちょっとこちらを見てみたいと思います。こちらが上塗ったり信号場を管理する建物になります。電気もついていますね。奥に河川柱がありますけれども、向こうに線路があります。屋根が赤いですけれども、先ほどお見せした1975年の航空写真でも屋根が赤かったですから、その時からある建物なんでしょうか。反対側のこちらの建物の下には何やら整備するときに使うんでしょうか、そういった道具がありますね。この白いフェンスの向こう側がそちらの敷地になっています。そんな上塗ったり信号場の南側で白新線と信越線が合流しているんですが、例えば白新線から信越線に乗り換えたい場合、逆もそうなんですが、このように新潟駅まで行ってから乗り換えますよね。なので上塗ったり信号場から新潟駅まで重複するんですよね。昔からこの上塗ったり信号場に駅を設置してほしい、そうすればここで乗り換えができて時間の短縮にもなりますから、そういうふうな要望が出てるんですけれども、 JR 東日本は前向きではないようです。さらに今新潟駅をね、高架化リニューアルしてますから、今後そういった動きはもう JR 東日本としても、絶対にないんじゃないでしょうか。さあ、ここまでですね、この赤丸のところ、こちらの上塗ったり信号場のお話をしてきたんですけれども、この上塗ったり信号場、実は駅であった時があるんですね。駅だったといっても、私たちが乗り降りすることはできない貨物の駅だったんですけれども、それはですね、ここではなかったんですね。それはどこかと言いますと、こちらになります。今はこのように建物がいっぱいあるようですけれども、昔はここに線路があったのです。ここからがこの動画のメインになるかと思いますけれども、こちらぜひご注目してご覧ください。それではここの航空写真から見ていくことにしましょう。上塗ったり信号場の少し南側を写した航空写真になります。先ほど1957年に上塗ったり操車場が上塗ったり信号場に戻ったというところまで歴史をお話ししましたが、今度はこの上塗ったり駅というものができるんですね。駅といっても、私たちが乗り降りをするようなところではなくて、貨物の駅ですね。それがこの辺りにできるのですが、また地図を変えたいと思います。今度は位置関係調整していますから、どんな風に変化したのか、ぜひ注目してご覧ください。それでは行きます。はい、こうですね。さあ、どこが変化したでしょうか。まず新進バイパスができましたね。新潟から柴田まで向かうバイパスです。さらに
こちらが上塗ったり駅になります。何やら車庫と、あとは線路もいっぱいありますね。そしてその北側には上越新幹線の開業に向けて、新潟駅から新幹線の車両センターまで向かう回送線、その高架橋の工事が始まっていますね。新幹線の車両センターは先ほどご紹介した新潟総社場、現在の新潟貨物ターミナル、その北側に作られていますね。さあ、こちら上塗り駅なんですけれども、線路がいっぱい引いてあります。14番線ぐらいまであるらしいんですけれども、13番線14番線はこの新幹線の高架橋の北側、そこにですね2本くらい伸びてるの分かりますでしょうか。新幹線の高架橋、その北側にまで線路があったようですね。1968年には荷物扱いを開始します。まあ、私たちが荷物これお願いしますというふうに言う場所でしょうか。さあ、また地図を変えるんですけれども、もうこの歴史は早いもので、もう次の写真を写した頃には上塗り駅というのはなくなっています。それでは行きます。はい、こちら1988年の航空写真です。駅はなくなってるとはいえ、まだ設備はちょっと残ってるようです。1984年に貨物扱い終了、1986年に荷物扱いも終了して、また先ほどの場所に上塗り信号所があるのみということになったわけです。もう線路はちょっと剥がされてるようですね。廃止から2年経っております。さあ、それではですね、ここに上塗り駅がなくなって、現在のようにどのように整備されていったのか、今度はそちらに注目したいと思います。それではこの10年後の航空写真に変えたいと思います。それでは行きます。はい、こうですね、だんだん今の感じに近づいてきました。建物が建ってきましたね。この辺りには会社の本社があったりとか、あとはこの画面の右側、東側には卸新町という名の通り、いろいろな会社の建物があるところなんですけれども、もしかしたらここにそういった町ができたというのは、ここに上塗り駅があったからかもしれませんね。さあ、それでは最後、2004年の航空写真に変えたいと思います。もうほぼ現在の姿になります。はい、こうですね。さあ、どうだったでしょうか。ここに昔は線路がいっぱいあったわけなんですね。YouTube 上にですね、ここに線路があった当時の映像、そういったものが見つかりましたので、コメント欄のコメントに URL 貼ってありますから、ぜひご覧ください。さあ、この上塗り駅ですけれども、現在何か痕跡が残っていないかということで行ってみましたので、そちらの映像を今度はご覧ください。まずは新進バイパスのその下のところから映像を回したいと思います。さあ、そこに四竹踏切という踏切が見えておりますけれども、画面の右側が上塗り信号場、さらに行くと新潟駅、こっちが白新線新越線の分岐する方になりますね。真上が新進バイパスです。この新進バイパスを抜けて南側に来て、画面の左側の方に線路が広がっていきました。さあ、少し新進バイパスを離れて、新幹線の高架橋の南東方向にやってきました。その高架橋の足、ご注目していただきたいんですけれども、こちらの足は、この塗り壁のようになっていますね。そして、こちらの足も塗り壁のようになっています。さらに南側を向いて、こちら側の足も、これも塗り壁のようになっています。さらに南側、こちらの柱も塗り壁のようになっています。今4本お見せしましたが、その2本2本の間の足、これだけこのように真ん中が空いているんですね。これはどういったことなのかというと、先ほどご紹介した新幹線の高架橋よりも南東方向に出てくる13番線14番線、そこへ向かう線路がこの足の間を通って、私が今立っているこの辺りに線路が伸びていたようなんですね。その証拠写真もありますから、次の画面でご覧ください。さあ、これはですね、先ほどお見せした1975年に撮られた航空写真の拡大したところなんですけれども、柱が5本あるの分かりますでしょうか。北側の一応高架橋ができているものから数えて、1、2、3、4、5、5番目もまた高架橋がちょっとできている。そういった5本の柱の関係なんですけれども、さあ、真ん中の一つだけ、これ白いのどうでしょうか。見てわかりますかね。真ん中が穴開いてるのわかりますでしょうか。ちょっとそれが小さくて見づらいという方は、影なんかもご覧いただくと、影もちょっと真ん中開いていますよね。そしてその下を線路がくぐっていると。いや、これなかなか面白い発見でしたね。その先で13番線、14番線があるわけなんですね。この上塗り駅のですね、
詳しい配線図というものもですね、私がこの前ご紹介したブログのページに載っていますから、それを見ていただけますと、詳しくわかるんではないかなと思います。さあ、そしてですね、上塗ったり駅のそのぐるっと回る道路、それはですね、上塗ったり駅があった当時から現在まで変わっていないんですね。なので今度はそこ、上塗ったり駅があったその周りをぐるっと回っていきたいと思います。さあ、上塗ったり駅の一番東端までやってきました。奥の方には白新線も見えていますが、この排水路の北側、画面の右側、そこまでが上塗ったり駅の敷地だったようです。今その端っこの敷地は軽自動車検査協会さんの敷地になっているようですね。その入り口わかりますでしょうか。あそこが上塗ったり駅の入り口でもあったようです。なので、あそこら辺からトラックがいっぱい出てたんじゃないでしょうかね。はい、いかがだったでしょうか。今通ってきた道はですね、もともとは上塗ったり駅のど真ん中だったということを今の地図と写真でご覧いただけたのではないかなと思います。上塗ったり駅を写した写真、私が紹介したブログでもいっぱいありますから、そちらも合わせてぜひご覧ください。配線図なんかもね、載っていますから、そちらもぜひどうぞ。この四竹踏切に貼ってあるロープ、そこには上塗ったり駅長とありますね。これはその名残でしょうか。